謎ちゃん元気なんだよな。あんま長時間配信しないんだけどさ、はいはい、2時間以上一人で喋ると声ガラガラになって声出なくなるんだよな。でも2時間以上歌うのは結構余裕なのよ私。地声を出すのが結構しんどい領域で出してるんじゃないかって自分でね思い始めた。一応トトさん配信歴は5年5年ぐらいではある。裏声で喋ってた方がもしかして喉に優しいんじゃないかってね。あ、確かに配信してる時ってなんか普段人と喋るより声張りますもんね。そう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 、そうなんだよ。2時間以上ね一人で喋ってると気づいたら声ガラガラになって、じゃあもう今日そろそろやばいんじゃないですか。もう今日はねみんないるからさ、一人でずっと喋ってるわけじゃないじゃない。なるほどね。そう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 、確かにみんないたらサボれますもんね喋るのも。一人でずっと喋ってたら逆になんだこいつってなるしね。え、でもなんかソロ配信ってなんか喋らなきゃいけないなって思いません？思う。自分しかいないし。確かに、ね、だからね頑張って喋ろうとするじゃない。はいはい、はい、したらもっと喉ガラガラになってくるよね。あ、いや私もでもホラーゲーとか叫ぶ系の配信した後はねめっちゃ喉痛いな。ねえ、なんかね痛いっていうかね、なんかね詰まるんだよね声が喉で。あ、でもわかります。ねえ詰まるんだよな。痛いとはちょっと違うんだよな。そう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 、なんか出にくくなるみたいな。うんうんうん。木入れとくね。ナイス、火入れといた。うわうわ負けた、また負けた。種でも負けて木でも負けた。勝負してる。何と勝負してる。勝てねえ、強すぎる。まあ最強だからねトトは言ったの。はい、恐ろしいです。この黒幕だからねトトさんは。裏ボスだから。ボスになってた、気づいたら。ほんちゃん知ってる？こう見えてトトさんが昔ボス族のあれ見てたんだ。うわぁ嘘しか言わんや。旧社会とか作ってたんですよね。やばマジか。旧社会めっちゃ受けてる。受けてる、めっちゃ受けてる。旧社会はえぐい。トトさん、あなたやるわね。おお、めっちゃある木。えらいね、コラムちゃん。ナイス。はい、でもトトさんに負けました。何も垂れてる私。いつの間にか勝負させられてた。めちゃめちゃライバルされてる。次は負けませんから絶対。かわいいな。あにゃ。いや、うちの映えてる畑見てほしいわ。映え畑、うん、すっごくかわいい。もしかして桜シャレにしてます？うん、すっごくかわいい。見たい見たい。いいっすね。やっぱ畑もね、こだわり出したらなんかそうなり、そうなるって聞いた。あ、めっちゃかわいい、ね、うわ、マザーさんに見せたい。これ多分めっちゃ高評価もらえますよ、これ。芸術的センスが。かわいい畑。かわいい。ピンクにしたらすごくかわいくなった。かわいい。やっぱ桜かわいいな。ね、色がいいわ。みみちゃん見た畑。ピンクの畑。みみちゃん。かわちぃ。かわちぃ。悲しい。ミミちゃん、ピンクにしたの。え、なんですか？あ、あたし？え、ミミちゃん、あたしか。ミミちゃん、ミミちゃんでしょ？あ、ミミちゃんか、あ、ミミちゃんか。え、あ、あたし？ミミちゃんだよ。ベニちゃんって聞こえてた。違う違う、ミミちゃん、ミミちゃん。え、ベニちゃんって聞こえてたよね。違う、ミミちゃんって言ってたよ。それは私が悪いわ。ごめん。で、かわいい。おしゃれ。いいでしょ、ピンクにしたの。ヤノクロムさん。ヤノクロムさんはね。いいね、上から見ても。頑張ったね。これ、かわいい、履いてください。かわいい。これ履いてください。ね、だいぶ広くなった。で、金のレッド脱いでください。芸術的。いくどーん。いくどーん。畑かわちぃですね。で、クラムいくよー。ラブリー。はい。はい、いきます。はい、はい、はい。ドラゴンだー。
透明なクロミちゃんを発見した。え、クロミさんどこですか？後ろにいて、後ろ。あ、この時射撃通らないのか。今4本いる。通らないの。あ、痛い痛い。トトさん生首ですよ。クロミちゃんもだよ。あ、そうなのか。かわいい。生首お化けだぞ。というわけで、じゃあ今日はこの辺で終わりますか。はい、お疲れ様でした。はい、楽しかった。お疲れ様でした。ありがとうございました。また遊ぼう。ありがとうございました。はい、じゃあ配信閉めてきます。はい、閉めてきます。お疲れー。